もう演技力がさ、演技できないもんで、年で。だから食道に、まあなんか食い物を飲み込むとさ、全部詰まってる状態なのよ、ほとんど。いただきます。だからほんと、まあ、胃まで行かない感じ？そんな感じなのよ。ただ、なんか食い物食うと苦しくて苦しくてしょうがない。はい、いただきます。これなんかトマト、本当にミニトマトだね、これ。超ミニトマト。うまっ。あんまり甘くはないでしょ。いや、でもめっちゃうまい。でもそこまで甘くはない。確かに。今のパチンコみたい。あ、でもうまいわ。からの、吹き。皆さんの家庭でも、吹きを煮ることはあるでしょうか？それあるわな。暇がありゃ吹き煮てるから、うちは。うまっ。あ、落ちた。うまいうまい。じゃあ今日のドレッシングは、ノンオイルで、ノンオイルでいかせていただきます。僕自身が脂っこい男なんで、ドレッシングぐらいはノンオイルでいこうかなっていう。あ、今日から大相撲初場所ということで、優勝予想はね、白鵬。いただきます。いや、さいっぱい食べる。はい、いただきます。今日のメイン料理というかね、これです。この、これ、いただきます。肉のこの、これね、野菜炒め、炒めたやつ、いただきます。い、ちょっと欲張りしよう。玉ねぎと椎茸と肉のこのコラボ、うん、三者三様、三期両乱みたいな。うまっ。うわ、これうまっ。めちゃめちゃ食うやん、豆苗。めっちゃうまかった。豆苗の生ってうまいね。うまいね。俺深い意味で生が好きだわ。どう、いただきます。これほんとうまい。うん、あ、なんか忘れ物。あ、はいはいはい。やっぱ非常に見栄えの悪いもので、うん、でもこれ胃の内容物みたいな。やめてよ。美味しいよ、味は。うん、じゃあ次味噌汁いきます。味噌汁もうまい。これ株の葉っぱかな。そう、うん、それと椎茸がいっぱい入ってるからね。昨日出し取ったからさ。うん、じゃあ株うまい。で、これ、あ、シー、あ、いつもより多いね。うん。昨日この鍋やるの。うん。しいたけもうまい。はい、じゃあ次、胃の内容物。こんにゃくに胃酸が染みててうまい。